号砲とともに18チームが一斉にスタート飛び出していきました。エース級のランナーたちが神奈川の3連覇を阻止すべく冷たい風を切り裂いて懸命のラストスパート。まずは抜け出したふるさと選手埼玉ナンバーカード11番山崎里奈。さあ今長野がかわしました。第3中継所トップの茨城をかわして長野がトップで通過していきます。2番手で茨城、そしてほとんど差がなく神奈川も猛追する形で3番手で神奈川が行きました。11位でタスキを受け取った群馬の樺沢和佳があっという間に2人を抜いて現在9位。前を行く東京との差ももうほとんどありません。この樺沢、世代では間違いなく日本全国の中のトップ3に入る実力の持ち主と監督は話しています。まず先頭姿を見せているのは長野安原光。長野は2年連続2位。この悔しさをぶつけたい今年。しかしその後ろには神奈川、静岡、千葉の大きな影が迫っている。まずはトップ長野が今タスキを渡そうとしています。タスキを受け取って1キロでトップが変わってというところで千葉が今度は主導権に吉川さんなってきましたが、激しい展開ですね。これは、はい、そうですね、現在神奈川は6位というポジションです。はい、朝比奈選手は高校生の時に日本選手権の1500も優勝したりして、スピードもあってマラソンもできるっていうすごい選手でしたね。どういった走りを見せるのか非常に楽しみです、はい。さあトップは3年ぶり7回目の優勝を目指して千葉がやってまいりました。151センチ原田彩里、最後のラストスパート待っているのは篠塚舞中央大学3年生。今笑顔でタスキが渡りました。第8中継所から7キロを過ぎたところで赤羽が4位に食い込んできました。なんと同じ北嶺の橋本を抜いて、はい、さらにその後まもなくして埼玉の岩田も抜いて現在3位ということで、はい、後続の選手で明らかにリズムがこう違うので、さすが赤羽さんだなっていう走りですね、はい。さあストップザ神奈川を果たすのはチーム千葉、3年ぶりの優勝だ。第29回東日本女子駅伝優勝は千葉県、今女王復活のフィニッシュ。